組みつき引っ掛け蹴り足のキャッチ禁止ね、膠着したらお互い積極的にプッシュして中村さん、はい、この戦い19歳江川祐希に対しては32歳、鍋島光一郎、もう全くタイプも違いますし世代も違います。はい、まあ、年齢的にはね、なので鍋島選手の方が上なんですけど、キャリアがね、あの江川選手の方が、まあ、上ですし、まあ、江川選手はね、55キロから58キロに階級上げてのね、はい、最初の試合なので、まあ、それも含めてね、この階級でどんな動きを見せれるのか、前回のカオスで、ね、初黒星喫してからの、ね、再起戦というところもあるので、はい、まあ、いろいろ注目ポイントは多いかなと思いますね。ローキックは鍋島、グローブを揺らしてにじり寄る江川、赤いグローブです。いやー、でも鍋島の右ローも速い、強いですね。あの、前回江川選手とのカオスで初黒星喫した時は、森坂陸選手と対戦して、はい、こうね、うまくこう距離取られてミドルだったり蹴りでね、パンチの距離作らることができずに敗れてしまったので、うんうん、鍋島選手もね、そういう戦い方はね、考えてると思いますけどね、うん、鍋島は前回の試合はその飛び膝が最終的には冴えましたね、はい、そうですね、ここまで見てるとやっぱり蹴りで距離取りながら入ってくるところにあの膝蹴りっていうのを狙ってると思うので、ね、鍋島選手の方は、はい、前川選手はそこをどうね、うまく攻撃散らしながら入っていくかですね。おう、さあ石川さん、左ウッダメだ、伸びてしまった鍋島光一郎。石川さん、ね、あのボディに序盤からあの攻撃を集めていて、それを狙ってるのかなと思ったら、まさに狙ってましたね、一撃テンプルへ、うまい散らし方だなと思ってたんですけどね。ああ、そうですか。いや、ハマったんでしょうか。素晴らしいですね。江川祐希選手の手を